コンパスをプレイしている皆さん、こんにちは。ジャンヌ役の天宮空です。ついにコンパスがアニメ化します。はい、もうジャンヌと出会って結構長い付き合いになりますので、こうしてアニメ化するということでとっても嬉しいです。私が演じさせていただくジャンヌはですね、ゲームの方ではね、ちょっとこう頭身も小さめで可愛らしくて、かつ神聖な印象がすごい私としては強かったなと感じるんですが、今回アニメのジャンヌはもうちょっとね、頭身も大きくなりまして、なんていうか、よりこう皆さんにもこう身近な存在というか、人間味のあふれる、はい、存在として受け取っていただけるのではないかなと思います。それに伴ってちょっと演じ方とか声の雰囲気とかも気持ち変えていたりするので、アニメはアニメでのジャンヌを楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。ちなみに、私がですね、ジャンヌと一日どこかに遊びに行けるとしたら、私は結構ストレス解消のために、公園で思いっきりバドミントンしたりとか、運動をね結構活発にしたりするんですけど、ただやっぱり相手を選ぶんですよね。相手も結構体力がないとなかなかね互角にやり合えないので、ジャンヌならその点負けず嫌いだし、きっと私といい勝負をしてくれるんじゃないかなと思うので、ジャンヌと公園で本気のバドミントンをやりたいなと思います。はい、コンパス 2.0 は現在最終話に向けてアフレコ中です。アフレコはですね、少人数ではあるんですけど和気あいあいとやっていますし、少人数でありながら結構しっかり掛け合うキャストさんとは一緒に撮れているので、その掛け合いのテンション感も楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。皆さん、私たちの活躍を必ず見てくださいね。見旗を掲げよ。以上、天宮空でした。バイバイ。